疲れ様でした。ありがとうございました。学校で頑張っていることは算数です。はい、用意はいって声をかけたら読み始めてもらって、で途中で手を叩いたらそこでやめてもらって、で途中でバン、えい、まだ正式には言えないんですが、ある有名企業のお偉いさんで、いこしの愛好家の方がいらっしゃいまして、その方が映画に応募した、まあ、意気込みといいますか、思いというか、なぜこの映画に応募したのかという思いの部分。